はい、この度新シャンプーの応援大使やらせていただきます、モデルのルリアと申します。新シャンプーの名前はキューティアです。よろしくお願いします。どうも、よろしいでしょうか。はい、はい、秋山スポーツです。よろしくお願いします。この度、新シャンプーの、応援大使ということですけれども、はい、どんなシャンプーなんでしょうか。このシャンプーはですね、キューティアということで、すごくキューティクルがツヤツヤになって、石鹸とか、なんか乾燥してる髪の毛の方でもツヤツヤ、サラサラっとした髪になることが今回の新シャンプーの売りです。なるほど、はい、ということはもちろん愛用されてる。愛用してます、ね、噂になった俳優 K さんも結構髪質がツヤツヤ。すいません、すいません、キャンペーンに関係ない質問は NG とさせていただきます。すいません、よろしくお願いします。はい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 、すいません。はい、何か他に質問ある方いらっしゃる、はい、秋山スポーツです。あ、はい、このシャンプーは従来と違うんですか、ニューということで、はい、今までの商品とまた変わったんでしょうか。はい、どういうところあるんでしょうか。はい、従来より泡立ちが 2倍、従来より泡立ちが2倍増しております。そして値段も、半額に安くなっております。なるほど、泡立ちがいいということで、はい、ねえ、なあ、ではお風呂には必ずこれが合うということで。そうです、ね、えこの間の俳優 K さんとの宿泊旅行は温泉地でしたよ。すいません、すいません、お風呂でシャンプーはし合ったんですか。すいません、すいません、お風呂でシャンプーは、シャンプー、こちらのキャンペーン、こちらの商品に関係のない質問は、はい、分かってます。はい、分かってます。よろしくお願いします。すいません、大丈夫だからね、大丈夫だからね、俺いるから。はい、分かってます。これはシャンプーとリンスセットで、はい、シャンプーだけでも十分ツルツルするんですけれども、リンスと一緒に使っていただけるとより効果が出ると思います。ではもう本当に切っても切れない関係というか。いえ、そういうわけではなくて、シャンプーとリンスがセットで、いえ、別々でも、はい、一緒に使ってほしいということで。いや、別々でも大丈夫です。あ、そうですか。別々ということは、はい、もともとの今旦那さんでもある今浮気が発覚しましたけど、すいません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 、シャンプーと別ということは、プライベートな質問はご遠慮願います。こちらのシャンプーに関係ない質問は、はい、はい、あいつどこの、はい、秋山スポーツ。ちなみにシャンプーの CM を今回キャラクターやられてるということで、はい、撮影はどうでしたか。撮影はですね、なんか南国まで行ってやったということですけども、はい、グアム のひまわり畑でやったんですけれども、はい、撮影が1回で終わったので、その後はみんなスタッフさんとご飯に行きました。はい、本当にスタッフさんだけですか。はい、スタッフさんだけです。噂になった俳優の K さんと昔ビーチですいません、すいません、ビーチでトップレス、ごめんなさい、すいません、すいません。何の記事ですかね、これ。トップレスなんだ。いいの、いいのね。こちらのシャンプーに関係のない質問はご遠慮願います、はい、すいません、もう何度も言ってます。髪の毛のキューティクル、ヘアキューティクルには、はい、ものすごく優れてるシャンプーと聞きましたが、はい、ねえ、噂の K さんはアンダーヘアの方を見られたんですか。アンダーヘアの方はダメです、ダメです。アンダーヘア、アンダーヘア、トップヘアの方の話してください。アンダーヘアの方は、トップヘアの方でお願いします。ルディア大丈夫、ルディアさん、アンダーヘアの方は 見られたんですか。うまく答えなさい、お前も。はい、はい、噂の K さんは、はい、アンダーヘアの方を見られた。いやいや、ダメです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 。うん、なんで下水不安でさざしよね、ダメ、答えたらダメ。はい、はい、ボトルタイプのシャンプーということで、はい、結構大容量で、はい、ワンコインでこの量入ってるっていうのはなかなか、はい、8リットル入ってます。ワンコインで8リットルっていうのはすごいんですけど、はい、ねえ、それでポンプで押すワンプッシュで出てくるということで、はい、ねえ、私もちょっとさっき試させてもらいましたけど、押すと結構ね勢いで出てきて、はい、ねえ、ピュッと押すだけで出てくるんですけど、ねえ、噂の K さんはピュッという勢いで、ダメです、ダメです、ピュッという勢いはどうですか。ピュはダメです。噂の K さんのボトルは、噂の勢いはよく出てきますか。シャンプーの話、シャンプーと K さんはどっちが勢いよく出てきますか。ます K さんです。ダメ、ダメ、ダメよ、ダメですよ、あダメなのよ、答えた。はい、ありがとうございました。いや、それだけ乗せるな。